湖南省西部のトゥチャ族ミャオ族自治県で6月3、4日の両日、大雨が降り、歴史的な建物が残る、有名観光地、鳳凰湖城で、市街地の各地が冠水した。住民の一部が避難した。別のメディア、大蔵新聞によると、道省西部の懐かし朝日ミャオ族自治県では5日午前5時、県道沿いの山が崩れ、民家と道路が土砂に埋まった。同日午前9時半現在、住民2人が死亡、4人が行方不明となった。中国メディアの中国新聞網によると、4日午後5時、四川省雅安市芦市山形で、マグニチュード、M6.1、午後5時3分、同市高良峡県で M4.5 の地震があった。豊峡県で4人が死亡、14人が怪我した。両県で一時、通信に障害が発生。光ケーブルの主幹線は、間もなく、復旧、他の線でも修理が進められている。市当局は、緊急救援や、武装警察、消防など、約4500人を、両県の被災地に派遣した。香港メディアの新唐日報などによると、雅安の他四川省の成都や宜賓、楽山などのほか、重慶市でも揺れを感じた。各地で住民多数が建物から外に避難した。省内では電話がつながりにくくなったほか、インターネットの通信速度低下した。中国交通運輸省によると、人口は震源から20キロ以内が約7万人、50キロ以内が約117万人。芦市、山形太平鎮では建物の壁が崩れたほか、豊峡県では小規模な山崩れが起きた。専門家によると、今回の地震は13年4月20日に、芦市山形で起きた M7 の地震の余震とみられ、双方の震源の距離は9キロ。13年の地震では、約200人が死亡、13,800人が怪我した。連日の雨の影響により、4日午後2時の時点で、三峡ダムの放流量は、毎秒48,600立方メートル。三峡ダムの水位はすでに 175.9メートルに達し、陽湖の基準となる水門ステーションの星湖観測所の水位は 35.3メートルに達し、警戒水位まであと33センチとなっている。オサム川の永州観測所の水位は 30.16 メートルで、警戒水位を62センチ超えた。5日の時点で、長江部間堰ステーションの水位が、警戒レベルの56メートルを上回り、39.98 メートルに達したと発表した。城下上流の主流、岳、安価の湖山観測所の水位は37、25メートルで、警戒水位を101センチ超えた。今年の梅雨の時期に、三峡ダムは頂上まで3回の洪水に見舞われ、貯水池からの水の排出に影響を及ぼしました。長江三峡ダム崩壊すると、大量の水が揚子江を一掃します。構造物の貯水池はすぐに、その許容限界を超え、数百万立方メートルの水を排出することを余儀なくされます。